藤井君いきましょう。藤井君誰か2人選んでいってんの。じゃあ、元気さんと、はい、小のりさんでお願いします。はい、いきましょう。いや、はい、おはようございます。大丈夫？なんかずっとおー言うてる。朝から言うたなってね。いい。うん。な原因は分かってる。分かれ。飲んだ茶番だ。よせやから先週は大概飲んでたから。あみたいな。元気ちゃんレベルのさらにもっとすごい。なんか飲む機会多かって、うんうんうん、調子こいてガンガン行ってて、うんうん、で調子こいてしもたらもうわけわからないから。あそう。うん、とことん行ってない。でその時には別に何も。いやまあ酔うてますよもちろん。うん、でそれの日々がこう続くわけです毎日。1週間以上。もっと続いたかな。うん、ほんなら突然昨日おとつい。うん。痛なってきて。これはやばいと。うん。ほんでこの痛さというのは、うん、ね、うん、まだここだけだからいいけども、うん、これが背中まで来たらまたこれ膵臓ちゃうかと。とかまあ肝臓とかね。いや、ここ膵臓なんです。膵臓、うん、うんうんうん、ほんで、これやばいわ、思って、もう昨日飲んでないもん。うんうんうん、こんなん、俺、何年ぶり一日開けたの、酒。もう、結構、毎日も酒ビタリアもな。うん、ホルマリン漬け患者みたいな。そうよ。なんか、使ってる状態もあるから。そうよ。うん、で昨日、ツイッターで、うん、今日もお酒が受け付けへんってつぶやいてて、うん、一番心配じゃないですか、逆に。もう逆に、酒がうまいぞやからね。まだ、まだ、いつもの元気さん。いや、そうやから、タバコと酒が健康のバロメーターね。わかる。はぁ、あ、はぁはぁ。例えば、飲みに来ました。うん、最初ビールいっぱい飲みます、うん、これがうまいって感じたらもう絶好調、うん、ところがちょっと違うなと思ったらちょっと体調悪い もっと悪いって言うか、もう見たくないよく匂いで僕らお酒を飲まん人間やけど、うん、匂いだけでうわっていや見たくないもんどっか行けって、もう自分が隠れるよ自分で注文するとどっか行けおかしいけど、うんうんうん、ぐらいなデルタにちゃうかな昨日は。でもそれはやっぱり誰かに分かってほしいで、うん、SNS に配信したわけ。うん、酒が大変だとか言って藤井君が見たぐらい。いやいや、なかったん、ね、乗せること毎朝乗してるやん、はい、おごった弁当な、うん、うん、でこんなのええかなっていう感じで、うん、まあ乗せましたけど、でも心配したよな、心配しましたよ、うん、いやいや、でもこんなことあんねんな、やっぱな人間な、でも何やかいで結構病院行ってるよな、行ってますよ結構、なんかその行けへんぞみたいな雰囲気やけど、いやいや、それはだから50まで、うんうんうん、50までは何か病院じゃん、うん、いやいやいや皆さん本当にね一回体壊したらね、うん、絶対ビビるよ、まあ、それももう一回生死をあだからあのなんかあったやん、あの地下鉄に転落してあれはね12、13年前とか、まあ、そう事故的なのはあれやけど、うん、やっぱり中の方が怖いでしょ、やっぱりそう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 、いやほんでほんまにね、うん、2回目の急性すい炎の時に、うん、ほんまにやばかったらしいで元気さんか、うん、もう死にかけやったよ。あ、もうそうなの。先生曰くですか。でも、いやいや口半笑いで言ったんじゃん。死にかけらしいですよ。もうそうですよね。いやいや、ほんまにね、うん、1回よりも2回目が一番良かったらしい。でも本人分かってへんねん。点滴されて、うん、ほんでちょっとおかしなってるから、うん、まあ言いましたやん。見ました、幻覚を。言ったな、うん、あの壁にミッキーマウス出てくるね、ミッキーマウスあの中国のベチャコのやつで見てますもう何やしゃん、ミニーもおったんやね、ミニーおらんかった、ミニーおらんかったか、うん、あのベチャコいっぱい出てくるの、ちっちゃいおっちゃんおらんかったあ、妖精みたいな、ちっちゃいおっちゃんやなくてね、うん、僕見たんがね、うん、猫猫病室やん、あ、やっぱりそのミッキーマウスだけにそれを対処しようって出てくるいや、わからんけどその後ね、うん、ふっと上見たらこのカーテンレールありますよ、うん、そこに子猫がね、10匹ぐらい並んでんねんほぼなありえへん光景やん、うん、見てしまうね、幻覚をえ、それも幻覚やってわかるの、それいやそれどっちやろみたいな、うん、どっちやろと思った、あ、猫おんねやとか、うんうん、ほんで一番すごかったんだ、うん、こう寝てますやんこう、うん、ね、もうちんちんの管を通して、はい、もうできへん状態で、うん、ここにね、画面が映るん、画面、あ、まあ、テレビの画面も、うん、ここで野球やってんねん、そんなわけないやん、うん、ここにあれ、え、どことどこ、ベネズエラとプエルトリコで、ね、これがね、これがね、いいかね、昔の巨人いつ、王さんとかその、そう、うん、あーやってるわーって見てる、うん、だからもう完全におかしなってるのよ、ここがほうほう、え、まあもう、そのがもうここへ来るわけ、もういや、なんかわからへんけど、ほんでね、あとね、あれあれ、あのまあそれはまあ変な見ましたよね、うん、音幻聴とかよく言う幻聴、うん、まあって
夜中寝てるやん、うん、これまあまあ救急で来はる人もおるから、うん、あの音がしますよ救急車、うん、この音がおかしいね普通ピーポーピーポーやん、うん、それがピーポーピーポーピピピピってやんねあのドップラー現象じゃない行った時にピーポーピーポーピピピピピって言うねでも納得してるのほんねああやっぱこの休館なんやなとか思ってね急いでんねんなってそうそうそう救急車がねピピピピピピって言うてわけわからんことないやでも俺そんなレベルのなんか倒れたはないから聞いてへえだけしかわからないそうやから点滴とか、うん、飯も食われへんから、うん、全部ここでやるから、うんうんうん、そんなことがあってだからビビってやっぱ病院行ってもどうなん今回 自覚としてはそうそう前回と比べてああ、まあ、いやファンの人とかは、はい、元気大丈夫かって軽い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 自分でわかるもんそうそうなんあれちょっと手もう低下してこれ痛い痛いあ、ちょっと悪い。いや、俺、そのちょっと分かる。お前、若いな。分かる。分かる。どこがあるんですか、今の。いや、今のは、あの、膵臓から胃の、ちょっと間ぐらいのところです。そんな細かい。さっき言うてるから。さっき言うてるから。何やねん、それ。痛いですよ、みんなここ。いやいや、の痛がり方がね。うん、ちょっと。うん、いや、そんな痛い。そこに痛がってなかったから。ちょっと笑ってますよ。いやいや、大分かるよ。適当やわ。うん。まあまあ、まあまあ、皆さんね。いやいや、ほんまに、そうそうそう。ね、笑い子ちゃんなし。うわ、もう、自分の時は大丈夫かわかんよ、うん、本当にちょっと悪いものから病院行きましょう、うん、ね素晴らしいメッセージやはい素晴らしい